チャオ、こんにちは、スクです。影回避、続きやっていきまーす。いよいよ、今回でラストまでいっちゃいそうな気がするな。ステージ30、はてなはてなはてな、気になるところだけど、ステージ26からやっていきます。カツラのない音楽会。行くぜ。別にカツラなくてもいいような気もするけど、あ、なるほど、こういうバッハ的なカツラが必要なのか。まあ、確かにね、あのカツラは欲しいよね。カツラのない音楽会だから、でもカツラなくていいんじゃないのかな。スタートってあるからスタートをしてみるか。行くぜ。おいおいおい。左のやつが下手くそだぞ。てか楽器がなんか緑で変なんだ。なんだあいつ。あいつハゲとかなってるけど。いや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 、ハゲは主人公のおっさんだけで十分だ。こいつなんか緑の、なにこれ。どうやって回収すんの。お前、こら、なんかブクザブザーとか音をつけたぞ。ダメだ、どうにもなんない。他の人は触ってもどうにもなんない。ここは？ここもダメ？おーっと、ゲットしたぞ。看板からゲットした。これはこいつにあげよう。やった！これでいいんじゃない？スタート。おー、美しい音楽。お？あ、客がいないんだ。マジか、客がいない。なんてこったい、悲しい。もう一回。お客さんがいないんじゃ、ちょっと話になりませんけど。あれ、この人たちは入ってきてくんないの？ポスターがあるよ。ポスターゲットした。ポスターこう貼ればいいんじゃないの？どっか。あ、ポスターあげる。あ、撮った。あ、来てくれた二人。でも二人じゃ足りないだろう。もっと来てほしいんだけど。あ、来た。こいつらは以前に出てきたキャラクターだな。ってことはさっきの二人もどっかでいたのかな。ちょっと待って、この人たちにも来てほしいんですけど、ちょっと待って、これを一旦渡して、こうして、このポスター返して、返してくれた。で、このポスターをあげる。おお、来てくれる。あれ、もうポスターがない。お、まだいるぞ、人が。ちょっと待って、ポスターが欲しいんだけど、ポスターが。お、看板。ポスターがなくなっちゃった。どうすりゃいいんだよ。あった！絨毯の下にあった。はい。よーし、これで、おーすげえ、お客さん満員だ。やったね。これでもう大成功なんじゃない？行くぜ！スタート。あ、はあ、なんだあのネギ頭。電話してやがる。ちょっと、なんてことすんだよ、もう。やり直しかよ。またお客さん全部集めなくちゃいけないじゃん、リトライ。ちょっと飛ばします。よし。ちょっとそのスマホをよこせ。スマホゲットしたぞ。ちょっと待って、お前頭邪魔だな、まあ、いっか。ここにまだいる？お客さん。もういないお客さん。よし、行くぞ、スタート。おお、美しい音楽。そして、スマホで邪魔されない幸せ。イエーイ！やったぜ！あ、バッハ的な人が成仏していった。さようなら。おー、やったー。ズラくれた。おー、似合う。やったねー。やったやったー。なんか政治家でこんな人いたな。元総理大臣の人。まあいっか。オッケー。じゃあ次、ステージ27やっていこう。環境仕様だって。いきなり換気されて、カツラがどっか飛んでった。マジかよー。そん時ぐらい手で押さえてろよ。どうする？つまって、なんで右上にさ、パトランプなんだこれ。関係ないのかな。あ、なんかゲットしたぞ。ロッカーの中になんか入ってた。モップみたいなやつ。これ頭にする？ほこりが落ちてきた、ほこりが。ちょっと似合ってるけどね。もう一回。換気されるから、これを押さえろ。あー、もう飛んでっちゃった。
じゃあ、この換気をした窓開けた人の左に何かある？触れないな。じゃあ、この机の上にある、風呂敷的なやつ。お弁当は？あ、恵方巻き的なお寿司があるよ。食べようぜ。っつって。あ、怒っちゃった。ああ、悲しい。ちょっとちょんまげみたいでいい感じなのにね。食べ物で遊んじゃダメだな。もう一回もう一回。この風呂敷だけ多分必要なんだね。で、風呂敷をゲットして、で、これを自分の頭？泥棒じゃん。ああ、パトランプが反応した。なんで風呂敷頭にさ、風呂敷なんかこれわかんないけど、これを頭にやっただけで捕まっちゃうんだよ。どうなってんだこの国は。何回飛ぶんだよ、抑えろ。で、これは絶対何かに使うと思うんだわ。こっちは書類、あ、なんか黒いの。は、ん？カツラ SOS だって。お、これに電話しようぜ。よし、電話だ。カツラが一大事だ。電話電話。もしもし、カツラ SOS ですか？カツラが緊急事態なんです。助けてください。お、来たぞ。お、やったぜ。カツラ届けてくれた。やった。ありがとう、カツラ SOS。そして、ここにある。やった。やったぜ、解決。いや、便利だね。配達してくれる人、ほんとありがたいね。よし、次行こう。次はステージ28、ずれたカツラ。もうこれ、孫にバレバレなんだよね。てか、みんなにバレてるよね。思いっきりずれてるよ。これ、スマホとかあったら取られちゃうよ。ネットにばらまかれちゃう。やめて。お、でも雪降ってる。いいね。風流、風流。お、目覚まし時計があるよ。鳴らそう。あ、鳴らない。じゃ、みかん食べよう。はい、みかん。みかん。あ、食べた。孫が食べた。もっと食え。はい。あ、もう食べない。じゃ、はい。学校持ってく？お、飾る？時計の上に乗せる？もうどうしたらいいんだよ。もう、なんかあるぞ。カバンの中に何かあった。はい。なんだこれ。釣り竿的な？引っかかってるよ。あー、外に飛んでった。起きた。あ、カツラがない。悲しい。悲しすぎる。ちょっと待って、孫にあの釣り竿を渡しちゃダメだな。これは、渡しちゃダメ。あ、こたつの中に猫がいた。なんかあったこれ、呼び印が。呼ぼこれで。はい。ピーンドーン。お、なんか家政婦さんみたいな。なんか来たぞ。めっちゃ掃除してる。ミカのゴミ捨てた。あー、カツラも捨てた。あー、なってことを。カツラがない。いや、ゴミ箱の中探せばあるけど。悲しい。なんなの、あの人は。もう、すまって。あれ、ピンポンと押しちゃダメってことだ。そう、これ、毎回これ開けちゃうけど。これ、わ、あったあったあった。静電気のやつ。これ使おう。これ、はい。孫。静電気。キュ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 。下敷きで、ふわー。なんか意味あんのかよ。あ、起きた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 。髪の毛逆立ってるよ。ずーっと擦ってる。あちちちちってなっちゃうよ。よし、もう一回。小学校の時いっぱいやったな、あれ。ずーっと気になってたんだけどさ、この左上のさ、障子さ、穴開いてるよね。おー、誰かいる。は？どうしたよ。この人にみかんあげればいいのかな。はい。あ、食べた。食べたよ。で、さらにみかんゲットできるか、またあげる？もういらない。じゃあ、孫にあげる。ちょっと待って、これみかんのさ、後ろになんかある。なんかある、なんかある。ちょっと待って、これ、自分で食べる。誰にあげればいいんだ？あ、わかった！登場人物全員にみかんを配んなくちゃいけないんだ。これ猫にみかん。猫はみかん食べないか。これゲットして、で、これ押して、で、この人にみかん。なんか音変だけどね。ゴリゴリ音してるけど。で、みかんゲットして、ここになんかある。ほらほら、わっしゃー！これ、あれだ、目覚ましの部品だ。
起きろ。よし。よーし。全員にバレてるけどね。カツラだってバレてようがなんだろうが、カツラをつけてるのが一番幸せなんだな。オッケー、よし、次行こう。次はステージ29、にらめっこ対決だって。お、面白そうなことやってんじゃん。お笑い芸人みたいなことやってるぞ。にらめっこ対決、相手を笑わせよう、王者と挑戦者。商品はカツラなんだね。なんでつけてきてないんだよ。ほんで、どうすれん、下行けるみたいで。ん？女の人、お、ストッキングゲット。輪ゴムゲット。お面を作ろう。どうやってやるのこれ。こうか。オッケー。これでいいよ。ゲット。ああ、できた。輪ゴムと合体させてできた。で、これを、自分にやる？ちょっと面白いけど。ああ、負けた！まあ、そりゃそうか。よし、わかったぞ。もうなんとなくわかった。それじゃあ、多分違うと思うけど、お面を面白くしよう、もっと。この出っ歯のやつにして。で、これは？あ、こっちの方がいいか。いやー、これじゃそんなに面白くないな。こっちは？あー、こっちは？いやー、ちょっといまいちか。お面はじゃあいいや。お面はいいや。で、これ、お面はいいんです。ストッキングが重要です。で、ここの左上に、なんかこの洗濯バサミがあるのを見つけたの。よし！で、これをストッキング被って、ちょっと待って、洗濯バサミどこ行ったんだよ、もう。ストッキング被ったらすぐ勝負スタートしちゃった。負けちゃった。もう、もう一回。この洗濯バサミを、まずやる？面白いけど、わー、なんで負けんの？笑わないな、あの人。どうしたら笑うんだ？洗濯バサミとストッキング合体させたらいいのかと思ってたんだけど、違うのか？とりあえずお面は作んなくちゃいけないっぽいんだよな。これ、笑ってる口だから、これはあった方が良さそうな気がするな。誘い笑い的な感じで、わっはっはって笑ってみせて、で、これを相手につけられないかな？あ、できた。わかった。めっちゃ簡単に勝ったわ。なんだよ。しょうもな、あ、カツラゲットよし、これをかぶろ。ふぅ。相手に笑ってるお面かぶせれば勝ちって。ちょっと無茶苦茶でしょ。よし、次行こう。お、次はいよいよ、ラストじゃない？ステージ30、ハテナ。ハゲ回避、来たぞ。台風っぽい。激しい雨風。うわー、ズラが、やばい、ズラがやばい。ズラがやばい。みんなのカナを守ってる。どうすりゃいいの？あ、カバンの中になかった。タオルだ。タオルを自分にやる。違う。雷まで。すごい、やばい。タオルで何すりゃいいんだよ。おー、ちょっと待って。帽子ゲットした、帽子ゲットした。帽子かぶろう。よし。あー、服が飛んでった。あー、ちょっと待って、あの人、はい。濡れてる。よし、タオルあげるよ。なんだなんだ、急に。ちょっと待って、あ、なんか頭につける猫耳カチューシャがあったぞ。これをじゃああげる。違うな、自分にやる？はい。あ、突風を毎回防い、わー、飛んでった。やばい、服がどんどん脱げていく。カバンにはもう何もない。やばいやばいやばい、傘が裏返ってるし。やばいやばいやばい、どうすりゃいいの？え、もう何にも触れないよ。なんだ？もうネクタイしかないんだけど、これ以上脱いだら変態になっちゃうし。あ、待って、左上にさ、なんかでっかい雲のとこが怪しい。おー、雷様みたいなのがいる。ちょっと何してんの、あんた。何か叩く棒がないんだな、さては。この、あったあったあった、ベンチのとこにあったよ。これあげればいいんだ。拡大して、はい。でもこれ、どんどこ叩いたら雷バンバン出てきちゃうじゃん。おー、雷様、つるっぱげカツラだった。ああ、カツラくれ！そのカツラくれ！やった！よっしゃ！これで防げ！ドリフかよ。ああ、カツラと棒だけになった。とうとうネクタイまで飛んでったし。どっちを守りますか？カツラを守るか、花を守るか。
もうさ、散々カツラなんかさ、飛ばされたり取られたり、何回も何回もなくなってんじゃん。で、その度さ、頑張って取り返してきたじゃん。だから今カツラが飛んでいったって、また取り返せばいいじゃん。花はさ、そりゃあちこち花生えてますけど、ここに咲いてる花はこれしかないんだよ。花を守ろう。ああ、カツラが、あっ、パンツイッチになっちゃった。花守れたんか。終わった。なんだこのかっこいいエンディングは。キャスト、おじさん、カツラ、孫、猫、その辺のカラス、坊主高校野球部の皆さん、カツラ、イーツ配達員、田中、警備員、佐藤、ポリス、影の泉の精霊、お祭り男、ドローンスタッフ、ゲーセンスタッフ、ふさふさ会魔王、じゃあもう読み切れません。その他、大勢。ハゲタコとかいたんだ。はぁ。これはクリアしたステージの数々だよね。懐かしいね。1個前、2個前、3個前の動画を見てね。こんなことしてたな、猫拾うときに。どうなったの？花はちゃんと守れたんか？そして飛んでったカツラはどうなったんだ？ちゃんと回収できたんか？スペシャルサンクス。ハゲの皆さん。そうだね。みんなハゲハゲ言ってっからな。ハゲの人がいないとこのゲームは成り立たないってことだよ。ハゲの人ありがとう。うわ、終わっちゃったこれ、本当に。アンド。ユー。俺のことか。どうもありがとう。まだ守ってる。ああ、頭がツルツルになっちゃった。ほんのちょっと残ってた髪の毛すらなくなっちゃった。虹だ。孫だ。花が咲いたよ。猫だ。孫が喜んでる。ああ、神様だ。神っていう字が髪の毛の神になってるけど。グッジョブ。よくやったぞ、つって。髪の毛、ちょっと生やしてくれた。ああ、ふさふさになった。おじいちゃんよかったねっつって。やった、髪の毛生えたよ。もうズラじゃなくなった。おー、サンキューフォープレイング、ノーヘアノーライフ。おー、やったぜおじいちゃん、カツラ卒業だ。わー、終わったんじゃないこれ、ステージ。わー、これエンディングだ。ハゲ好きの皆さんへ、ここまで遊んでくれてありがとう。シールもあるのでぜひ集めてね。良きハゲライフを。おー、やったー。終わったぜ。結構長かったな。こうやって見るといろんな登場人物いたんだね。すご。でも、走り旅行とか一瞬しか出てこなかったけどな。はい、というわけで、ハゲ回避っていうゲームを遊んでみました。全部で何回かな？ 3 回、4回、5回ぐらいの動画になったけど。全部見てくれた人、どうもありがとう。まだ見てない人は探して見てみてください。いや、結構面白かったな。またこういうゲーム見つけたらやろうと思うんで、よかったらいいねボタンを押して応援してってください。というわけで次の動画で会いましょう。それじゃまたね。バイバーイ。